返ったぜ。やっと追いついた。どうした元井ブラザー。オロチマル様の研究も試してみたいしね。さあお楽しみだ。元人中力深井さん。何者かが俺に江戸転生をかけた。謝って済むことではないだろうが。そうだ、こいつは深井。そうか、人中力になったのか。お前は上層部からそう聞いているんじゃないのか。おそらく俺も適応できていない。人中力になったものしかわからん。美獣はその弱った心を狙い暴走を仕掛けてくる。だからそうして合理的に八尾の人中力として選ばれた。その心の穴を埋められる何かだ。 B にはそれを見つけさせてやれ。さあ深井、君の本気を出してもらおうか。なんで江戸転生で八尾のチャクラが。あなたが生まれるずっと前、苦労したのよ手に入れるのは。まずい、逃げろB。ナイスだサメハード、理解した食欲。ラリアット。ぶつかり合っただけでこの威力か。お前が死んだ時、完全に俺はお前から抜けたはずだ。俺たちはまんまとはめられたのさ。満月の夜は特にな。体はここにあっても俺の心は何も生きちゃいない。俺の心はもう病みすぎた。こちらの方がよく眠れますよ。そうか、ありがとう。生きるのが苦しいのね。なるほど、そういうことか。俺があの時のことを覚えてねえのは。だがこのパワーなら問題ねえ。行けるぜ、B！ やったか？逃がさないよ、ハチビ！まさか、ハチビがもう一匹？戻るの、ナルト！わかった、ライカレのおっちゃん。B のおっちゃんを信じるぜ！またつまらねえラップか。穴があったら入りたくならねえのか。くそ、なんて戦い方してんだ。ライトン、アミゴ！あんたのおかげだ。まずい！雷影様の特別な存在としてな。俺たちは最強のタッグだ。あの時俺にもそれが見つけられたらな。
すぐ医療班に運んでやる。俺は大丈夫だ。味方を殺めるところであった。なあ、チューバー。カンクロウ、わしのしてきたことは間違いばかりじゃった。じゃがな、やはりお前を前にすれば。もう少し先になるらしいの。この前のクグツも評判が良かったって千代婆様が言ってたぜ。おい、俺ですよ。小虫が来ましたよ。千代婆様からのことづてだ。これが新作か。けどこりゃ許可証が必要だな。よし。千代婆様、サソリからお願いがあるんだ。配合比率がわからんと何とも言えないが、お主のことじゃ問題なかろう。千代婆様も鼻が高いだろう。うちの親はいつも俺をガキ扱いなんだよ。こんな時間まで何してるの？心配するでしょ？ヘマをしちまって。でもね、ん？前より強くなった気分です。それにほんとぴったりなんだよな。サソリは右腕だってあなたがつけたんでしょ？私の拳を直して返してください。サソリにとっても唯一と言っていい友じゃったのに。これが本当に人の手みたいで。何か。サソリ。いや、本当は奴の元から口実を作って逃げていた。だが闘志が宿ってね。この江戸転生という術は侮るでないぞ。サソリは言ってました。クグツになったお父さんとお母さんに。だけどよ、俺にはこのクグツ、父と母の魂の叫びってやつがよ。抜け抜けと思ったことを言いよって、どうすることもできんわい。サソリがお主に。そしてその思いがクグツに父と母の魂をも宿らせた。父と母を操演したあんたの思いも、いや、未来の忍び世界に託したのさ。だが弟は、ガーラはあんたの魂をもらって生き返ったんだ。チオバーを止めてやってくれってな。そこまでは言ってませんけど。言っても当然じゃわい。もうしょうがないな。
さて、おい、ちょっと待って白ひげ王儀無限の章ガキの頃あんなに修行つけてくれってせがんだのに